嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。ひろゆきさんから見た高収入の男性でどのような観点で結婚しようと決めると思いますか。文句言わない人。まあ、これ、法理恵さんもね、どっかの本で書いてたと思うんですよね。その、金持ちと結婚したいやつは、なんかこの本を読むみたいな法理恵さんが書いてて、割とすごい正直で面白かったんですけど、要は、可愛いはいくらでも交換可能なんですよ。で、まあ、若い方が可愛いじゃないですか。その40、50の人と20代で比べたら、それは20代の方が可愛いよねと。なので、結婚相手の場合は、可愛いで戦ってはいけないんですよ。要は、可愛いで戦ったら、別になんか、これ結婚してもどうせ何年かしたら年取るし、そしたら若いやつと結婚した方がいいよね。だから、こいつと結婚する必要ないよね、になっちゃうんですよ。なので、見た目は必ず劣化するので、見た目推しにしてはいけませんと。なので、不快な状況にならない。あと、相手の家族に疲れる。いや、その、家族を大事にしている人の場合って、相手の家族が、その、旦那さんの家族と仲良くしている人じゃないと、結婚するとめんどくさいなっていうのがあったりするのね。で、逆にその、家族的にも、そのなんか可愛いだけとか、なんかそういうのよりも、なんか家庭のことができて、その、要は家族として関われる相手の方がいいよねっていうのがあるので、その応援団としてプラスに働いてくれるんですよね。なので、その相手の旦那さんになるべき人の家族と仲良くするっていうのと、あとその、まあ成功してる人と金持ってる人って、大体わがままで頭おかしいんですよ。その、普通のことを普通にやってたら、いい収入を得ることはできないわけで、要は普通のことを普通にやってたら、普通のサラリーマンにしかならないんですよ。なので、普通の人がやらない、ちょっとよくわかんないことだったり、変なこだわり持ってる人が多いんですけど、で、それを止めたり、その制限できるほどの実績があるんならいいんですよ。だからその5000万円の年収の人がなんか変なこだわりがあって、それやめた方がいいよ。なぜなら私は年収1億円だから、なら説得力あるんですけど、その、なんとなくそういうの嫌いとか、常識的にそれは良くないみたいなのって、じゃあ常識な人と結婚すればってなっちゃうんですよ。要は自分がそれが正しいと思ってやり続けて成功してる人なので、なので、それの価値観が理解できない人と結婚しても、自分はその成功ではなく失敗の方に向かうだろうっていうふうに考えてしまうんですよね。なので、基本文句言わないで従うっていうのと、その家族に言われ、家族と仲良くするっていうところでポイント稼いだ方がまだマシなんじゃないかなと思います。今日の加藤さんも高3の番組ありがとうしか言えんからありがとうっていうありがとう。金額足りないんじゃないですかね。610円しか入ってないですよ。友達手当はもうちょっと金額高いはずなんで、はい。ソフトバンクが新しい料金プラン発表しましたが、ドコモと同じ料金にした。やっぱり談合でしょうか。まあ、別に談合ではなく、ドコモがそうするんだったら同じラインで並べるしかないよねっていう形で価格競争が始まったって話だと思うんですけど。YouTube を始めました。宣伝広告をしたらチャンネル登録がどんどん増え、おそらく2、3年でチャンネル登録が数万人を超えそうです。そこでそんななんですが、YouTube としてご飯を食べることはこの先何年くらい続くと思いますか？YouTube 自体が破綻したとしても、映像で、その、まあ、生主とかでもいいですけど、映像でなんか喋ったりして、それを見る人がいて、そこで広告だったり、その、まあ、なんか投げ銭みたいなお金が介在するっていう構造自体は、多分30年後も変わんないと思うんですよね。まあ、例えばニコニコ動画というサイトが、まあ、僕が言うのもなんですけど、落ち目つつあるじゃないですか。で、じゃあニコニコ動画で活躍していたそのニコ生主と言われる人たちだったり、あそこで動画上げてた人たちって今 YouTube に行って、YouTube でチャンネル登録者数100万人とかってやってたりするんですよ。なので、その、プラットフォーム自体のが落ちぶれたりとかなくなったとしても、結局そこで育った人たちっていうのは、他の新しく育ったプラットフォームに移動することができるので、なんでその YouTuber として落ちぶれたとしても、その、じゃあそれがなんか TikToker なのか、なんかミルダマーなのかわかんないですけど、なんか新しいサービスに移動するとか、あと市議会議員になるとか、そういう感じで食っていくんじゃないですかね。仕事で他の社員がテレワークをする中、一人だけ出勤になり、毎日社長と二人で精神的にきついんですが、前向きな捉え方はありますか？体調崩せばいいんじゃないですかね。ちょっとコロナかもしれないっす、みたいな。
過干渉毒親の未亡人母がいます。私は逃げました。30歳の弟を置いてきました。家も遠いですが弟が来ています。姉にできることはありますか。本当に助けたいんだったら弟が一人暮らしするお金を出してあげてください。多分まあ地元で働いてるだかなんだかで移動できない状況だと思うんですけど、とりあえず一人暮らしをするお金を準備して、で最初のじゃあその半年分で家賃払ってやるからそこ住めってなると、まあそこで住み始めて仕事を探すのか、今の仕事をまあ一人暮らししながらやるのかわかんないですけど、本当に解決したいのであれば半年分ぐらいお金を出してあげてください。ゆうさき IT 企業で働いています。後輩を育てるヒントをいただきたいので、ひろきさんと言って一人前の定義は何か教えてください。トラブルを起こさずに未知の問題が解決できるかどうかじゃないですかね。やったことあることをそのままやり続けるは、高校生のアルバイトでもできるんですよ。なんか、マニュアルがこれなんで、マニュアル通りやってくださいっていうのは別に高校生でもできるんですけど、未知のトラブルとか、起きたことのない出来事があった時にどうしよう。で、それを周りに相談するのも普通なんですよ。で、トラブって周りに相談するのも普通なんですけど、一人前カウントされない人の場合って、そのトラブルが、結構でかいトラブルになっちゃうんですよ。要は今までやったことがないから失敗してなんかすごいトラブル大きくなりましたみたいになるんですけど、割とそのある程度大人な人の場合って未知のトラブルである、なんかトラブル起きてると、でみんなにも相談したりとか、いろんな 上司だったりとか、じゃあ社長とかに頭下げてもらったりするんだけど、最終的には丸く収まりましたよねっていう形で、やったことのない出来事でもなんとか形にしてトラブルを起こさないっていうのが一人前なんじゃないかなと思います。高校生です。1月から起業して最年少上場を目指してます。お年寄りに買い物代行しようと思います。成功できる。成功はできると思いますけど、最年少上場はできないと思います。結局介護保険というのがありまして、お年寄りの買い物に関しては、保険で降りるんですよね。要は介護の人が来た時に、ついでにじゃあ夕ご飯買ってきてくださいって言って、夕ご飯の分買ってきてくれて、で、それを調理してくれてっていうのが、保険で降りるんですよ。なので、価格を上げることができないんですよ。要は、買い物代行で値段を上げようとしたとしても、それって介護保険で頼めばいいから、別にあなたの会社に3000円払う必要ないよねってなっちゃうんですよ。なので利益率が低いままなので、便利だし社会の役に立たせるという点で考えればいいと思います。ただ上場っていうのは基本的には利益率を高くして株主に還元するっていうのがあるので、その上場っていうメリットがあるので、なので利益を上げるというのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。暮らせる分ぐらいは全然稼げると思いますよ。ただ上場益をなんか取るために株主がそこの株を買いたいって思えるほど儲かるかっていうときついんじゃないかなって感じです。財産分与弁護士成功報酬が納得いきません。弁護士にお願いして弁護士を訴えるとリスクは難しいですか？難しいですね。弁護士は基本的に弁護士同士が儲かるために存在しているので、弁護士会は。なので弁護士の費用が高いっていうので、本当に悪徳であった場合って、懲戒請求とかってできますけど、正当な報酬を得てるのであれば、訴えたとしても、これは正当な報酬ですで終わっちゃうので、はい。大学3年です。大学の交換留学生として今年の秋からフランスに1年留学する予定でした。コロナ中止になってしまいました。留学は来年の秋まで延期できるんですが、それも行けるかわからない状態です。来年の秋の留学に向けて勉強を続けるべきか、諦めて就活をするべきか、どちらがおすすめですか？僕だったら就職を進めますけどね。割と今、フランスの大学をオンラインで受けられるっていうのが進んでて、なのでフランスの大学にオンラインで入学してオンラインで授業を受けてオンラインで提出物とか出してっていう状況になりつつあるので、多分就職してオンラインで受けるっていう形に来年はなるんじゃないですかね。アメリカとロシア人女性に日本の酒をプレゼントしようと思うんですが、おすすめありますか？クール宅急便とか多分アメリカとかないと思うんですよね。なので日本酒は保存が大事なので、多分アメリカとかロシアで売ってる日本酒自体をなんか通販とかで買うようにした方がいいんじゃないですか。
私は独身で孤独死の可能性が高いのですが、孤独死を回避する多い方法はありますか？ありません。人は最後は一人で死ぬ人が多いですよ。まあ、例えば、結婚して配偶者を作ったとしても、どっちか先に死ぬんですよ。で、その、自分が孤独死をしたくないから、じゃあ子供を作って子供の家に居座るっていうのをやったとしても、その、自分が孤独死がしたいがために子供に寄生をしている親っていうので、うわ、うざって言って多分子供出てくと思うんですよね。なので、最終的にはその出てっちゃった子供と一人残された孤独っていう状態なので、人は死ぬときは一人なんで、死ぬ準備をしといてください。Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, choose.Who's for? いや、帰るのやめましょう。家の辛い編集でどこ帰るんですか、うん